はい、どうも皆さん、サムライ2948です。いつもね、 YouTube のチャンネル登録とかスーパーサンクスとかですね、本当ありがとうございます。今回はね、 PC 版の方にはすごく重要な情報ですのでね、ぜひ最後まで見ていただければいいと思います。今回ね、新しく公開された新しい情報とかですね、いろいろそういったことも語っていきますのでね、あとすごい気になる点とかね、いろいろ語っていきますので、まあはい、最後までね、ぜひプレステの方も XBOX の方もね、ぜひPC 版の方たちのね、気持ちを少しでも理解するために、最後までね、動画見ていただければいいかなと思います。はい、ちょっとね、意味深な文もね、この辺に実は書いてあるんですけどもね、まあその辺も見ていこうと思います。これね、おすすめしますとかね、微妙なニュアンスで書いてあります。まあ後々見ていきましょう。で、まずね、どういったことかと言いますと、まあプレステ版の方はね、ちょっとわかんないかもしれないんですが、 PC 版の方はですね、常にこういったソフトを起動してから、まあ右上のですね、プレイというボタンを押して、で、フォールアウト76をですね、起動するというタイプで今までね、ずっとプレイしてきたんですけどもね、3年間。それが今回ね、Steam というこちらのベストソフトになりまして、まあ今ね、俺はインストールしてないんで、インストールって出ちゃってますけども、そこにね、プレイっていうボタンが表示されて、そこを押してプレイするという形にね、変わります。まあなので、起動する時のソフトは完全にね、別のものになるという感じなんですね。で、それがね、行われるっていうか、まあ行うその作業、そのアカウントのですね、データの完全移行作業ができるようになるのが4月28日の午前1時からだと思われるんですね。これ4月27って書いてあったら、大体日本時間だと翌日です。なので4月28日からできるようになるんですね。はい。で、まあいろいろあるんですが、ベセスダランチャーがですね、まあその、多分この移行期間に入ったらもう完全にね、なんていうかな、使えなくなるわけじゃないんですけども、ベセスダランチャーを通してアトムの購入やね、ファーストのメンバーシップの更新など、要は、リアルマネーを使ったね、実際のお金を使った、まあ、取引は一切ね、できなくなるということらしいです。で、完全にですね、移行が終了するのが5月12日のようです。なので、まあ、1ヶ月をね、もうすでに切っているという形になります。はい。まあ、なのでですね、皆さん、それで、まあ、それまでの間にですね、移行を完了した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、気になるのは、これね、この期間に移行が完了しなかった人はデータ全部消えるのっていうね、そこがちょっと気になるんですけど、今のところね、一番下まで読んだ感じ、そのことについてね、書いてない気がするんですが、まあね、ちょっとその辺もね、おいおい確認していきたいかなという感じになります。はい。で、そのね、まあツールは4月27日に移行が完了になり次第ですね、リンクをお知らせしますということらしいので、まあ、つまり多分4月28日にですね、まあ、何らかのリンクがこちらの、まあ、ベセスダのですね、公式サイト上とかに、出現して、で、みんなで移行していこうね、みたいな感じになるようです。で、移行をですね、今のうちにやっておくと得点がね、もらえるらしいです。で、これですね、まあ、期間めっちゃ短いですけどもね、2週間しかないですけども、この期間にやって、てくれた方は、10ランクですね、次の、シーズン9で最初からですね、スコアボードを10個進めた状態で、始められるようです。はい。まあ、個人的にはね、90から100の時に上がってほしいんですけど、まあそういうことは多分ないね、多分1から10だと思います。はい。ただね、この文をね、見て思うのは、多分この期間を過ぎてもね、まだ移行もしかしたらできるんじゃないのかなって気はするんですけどね、どうなんでしょうね。うん、起動はできなくなるけども、データの移行はできるみたいなね、5月12日以降は。多分そういうことになってくれないかなって個人的には思うんですけどね。まあちょっとわかりません。はい。で、続いて、まあこの辺ね、いろいろ書いてあるんですけども、まあこの辺は、いいですね。はい。うん、大丈夫。で、よくある質問ということでですね、まあよく寄せられたことがちょっと書いてある、質問として書いてあるらしいんですけども、読んでいきましょう。で、まずね、一つ目。アカウントを Steam に移行するにはどうすればいいですかって、これはね、まあ、上に書いてありましたけども、4月28日に公開されるツールで、Steam に、まあ、アカウントのね、データを全部移行すると。はい。で、Fallout 70ね、いつからプレイできなくなるかっていうことなんですが、それはですね、まあ、移行期間が終了する5月12日になるようです。はい。プレステ版やね、Xbox 版のね、プレステ XBOX のどちらの方も、まあ、影響はないと思いますのでね、その2方は、ね、2つのパターンの方は安心してください。これはあくまで PC 版のね、お話です。はい。で、ツールが公開されると同時に、Atom の購入やファーストメンバーシップのね、といった、まあ、リアルマネーを使った取引が無効になるようです。はい。で、ただね、まあ、無効になるまで、要は Atom はね、引き続き使用できるということらしいです。
で、ファーストはね、期間残ってる方たくさんいると思うんですけども、そういった方はですね、移行が完了したら、その残りの残額分が全部、その、なんか、Steam のね、アカウントの方に振り込まれるらしいです。まあ、なのでね、10ヶ月分残ってる方は 16,500 キャップがね、それが全部振り込まれるらしいので、ね、で、ちなみにそれ、半年以内に使わないと消えてしまうので、十分ね、ご注意ください。はい。で、ちなみにそのね、なんか半年間で、その、なんだろう、アトムが消えるっていうのは、それ日本独自のものらしいです。ね、俺も詳しくは調べてないんですけど、なんかいろんな人がね、言ってることは、なんか日本のね、法律で決まってるらしい。なんか、180日以内に、そのお金が消えるようにしなさいというね、なんか変な法律があるらしくて、はい、なんか、そういうことらしいです。ね、よくわかんないです。で、実際英語版のね、なんかそのアトムの説明見ると書いてないんですよ、そこは。日本語版だけそこに書いてあるんで。ね、まあなので、まあ、うん、そうなのかなっていう感じですね。はい、で、フォールアウトをね、Steam から、まあ、再インストールする必要がありますかってことなんですが、それはね、まあ、必要なようです。私もね、しなければならないですね。はい、まあ、これはね、クライアントのデータが全然違うこととかね、いろいろ、まあ、セキュリティの問題とかいろいろあると思いますので、まあ、これはね、しょうがないかなっていう気がしますね。はい。で、まあ、あとね、続けていろいろ書いてあるんですが、まあ、これはいいかな。ね、まあ、設定は維持されますよっていうことですね。で、維持さ、ただね、維持されるって書いてあるんですけど、ソフトは再インストールしろって書いてあるんでね、まあ、ちょっとこの辺の意味合いが分かりませんが、設定データとかはね、クライアントのとことは別に、なんかまあ、フォールアウト4とか3とかね、オブリビオンとかスカイリムだとそうなんですけど、全く別の場所にね、保存されてることが結構あるんですね。まあ、なのでね、そっちの方に多分あるんで、再インストールの時はそのね、データの部分は書き換えを行わないんで、多分大丈夫ですよみたいな、多分そういうことをね、言ってるんじゃないかなと思います。もしくはオンラインで保存されてるか、どっちかでしょうね。はい。で、続いて、メンバーシップね、Steam で自動更新されますかということなんですが、まあ、自動でね、更新されることはないと。で、その代わりね、Steam で、そのファースト契約だったりとかね、そういったことを、まあ、開始することは可能です。ということで、まあ、新しくですね、その、ファースト契約したい人は、ベセスダランチャーではなく、Steam の方でですね、購入すれば大丈夫ですよ、みたいなことがね、ここで書かれております。はい。で、まあ、フレンドの件は、これはどうでもいいですかね。はい。で、まあ、あとね、ちょっと気になるのがね、これ。これね、今回ね、実は今回の動画で一番ね、疑問なんですけど、すでにね、Steam でフォールアウト76を別のアカウントで持ってて、別のキャラクターを持ってて、その状態で Steam アカウントをですね、移行するとどうなるかって質問なんですけど、これ。そしたらね、なんだろう、新しくアカウントを作ってからやることをお勧めしますって書いてあるんでね、これ怖いんですよ。要は、データがどっちになるかわかんないんですよね。Steam のアカウントデータと、もともとね、ベセスダランチャー版と両方とも持ってる人は、データをね、移行したら、その2つが混ざっちゃって、どうなるかわからないみたいなことなんですけど、これね、すごい怖いんで、まあ、皆さん、ちょっとこの辺はね、どっちもアカウント持ってる方は十分注意していただければいいかなと思います。はい。ね、怖いよね、これね。データ消えたら怖いよね。移行したらね、Steam のデータの方だけ残っちゃって、ベセスダランチャー版消えたりね、すごい怖いと思うんで。はい、であと複数起動についてはね、サポートされてないようです。今まではできたらしいんですけどね。はい、まあまああとは大体いいですかね。はい、まあこんな感じです。いかがだったでしょう。皆さんのね、感想とか意見もね、どしどしコメント欄にね、書き込んでいただければいいかなと思いますので、ぜひ、はい、チャンネル登録をしてコメントをね、たくさん書き込んでください。ではでは、お疲れ様でした。サムライ2948。今回はね、Steam への移行についての動画でした。またよければ別の動画もご覧ください。